どうもタイガです。今回やっていくのは、ちょっとびっくりするかもしれないんですけど、こいつですね、ヒョドラなんですが、まあ、何がびっくりするかって、マルチで使います。ヒョドラって前からですけど、マルチはめちゃくちゃ弱いっていう印象が強いと思うんですよ。ただ今回ね、キャラバランス調整で、再生の速度がめちゃくちゃ速いみたいなのがあったんで、はい、で封印かかりづらいみたいな。でですね、最初にですね、まあさらっと参戦やったんですよ。でやったんですけど、なんかストレージいっぱいで録画できなかったので、最初の参戦だけリプレイで後付けします。で、それ以降ね、普通にやっていきますんで、よかったらご視聴ください。はい、で今回やっていくのは、ゾネスヒュドラと、予定ではまあネコヒュドラかな。まあというのもですね、調子上げアイテムがサラダすら一個もないんですよ。なので、ずっとゾネスを使い続けられないという感じです。で感じでして、はい、やっていきます。マルチですね、今回はマルチでヒドラを使うと。とりあえずスライム置いて、ウサギ守って、で、まあ、実際ね、どうヒドラ使うかって話なんですけど、まあ、やっぱヒドラの強いところってタイマン性能が強い。タイマンは他のキャラを相手から合わせられてしまうと溶けてしまう、効果力で一瞬で。ただ前と比べて再生してからのクールタイムがゼロになったんで、再生って連続で再生する場合がありますんで、生き残りやすくなった。首を飛ばしやすくなった。首をどっち方向に飛ばすかを考えて、相手のねコストを消化した瞬間にさらに首を飛ばし、さらにコストを奪い前線を崩壊させる。それがヒュドラの仕事ですね。なので、まあまずはねコスト合戦をして、相手のコストをね7、8、まあないし10以下で、常に動かす。10以下で常に動かして、相手が大型を切った瞬間、コストが一瞬2とか3とかに減ると思うんですよ。その瞬間にヒュドラを出して、その大型をね殲滅した場合、首が止まらない、もしくは首を止めた場合前線が止まらないと思うので、ヒュドラゾネスで効果力、まあ、コラボ猫にする理由は、足キャラで砦が取りやすいのと、まあ一応貫通ビームあるからですね。こんな感じでリーダーのブラドラであろうが、ヒュドラで一気に潰しに行って、で再生連打、まあ、相手ね後ろ前にクレフラが置いてあるんで、まあ、首は止まってしまいますが、砦はね全開してヒュドラも鎮座してますんで、無理っすねこれは。砦はいつか奪えるでしょうと。さあいい感じ。この再生連打が本当にやばいっすね。死なない。マジで。そのあとはもう砦で全部取ってるんでね。まあ相手大型もう一本来てないんで、その相手の大型がね、どこに来るかではあるんですが、こっちね、相方は、ブラドラ使ってますんで、砦ラインにね、砦の前にブラドラ切っちゃうと、そのブラドラに返すから出てきた場合、そのままね、相手が砦の方に進行してしまうんで、あ、ナスですね。そしたら、別のラインにブラドラを切って、干渉を狙うと。まあ、スライマーと2体いるんで、クレフラもいるんでね、砦だけ守って、あとはひたすら継承を流す。ヒュドラとゾネスの相性ってすごい強い。ソロでもね、たまにやったりするんですけど、僕はこれをアギーレシステムって呼んでます。アギーレさんが昔ずっとやったんですよ。ゾネスヒュドラ固定って、めちゃくちゃうまくて、めちゃくちゃ強くて。そう。もうそれをね、リスペクトで、僕はヒドラを使うときは同じくゾネスを固定する。まあ今回はちょっと調子上げアイテムの問題で、コラボ猫を使うこともあるとは思うんですけど。はい、というわけでね、リプレイ2つ目、再生していきましょうか。まあヒドラね、まあなんでマルチで弱いかって、まあ、単純にやっぱ、一人で戦うにしても、相手のキャラ、大型で怠慢なんかできないよと。相手のキャラ、絶対他のキャラがやっぱ、横から合わさってくるんで、その合わさってくる大型に対してね、ヒドラが速攻で溶けてしまうと。まあ今まではそれが問題だった。プラスね、ブラドラ環境でブラドラの高解読で一瞬で溶けてしまう。ないし、ブラドラ対策で、持ってくるナス。ナスのスキル封印で、もう何もできなくなってしまう。バルーンに一方的に殴られ続けて首が飛ぶだけで2回飛んだら終わってしまう。まあいろいろありましたが、はい、今回のヒドラはですね、かなり変わりました。マジで。まあ一番変わってるのはソロだと思いますけど、マルチでも使えるってのは驚きっすね。そこまでマルチで使えると思ってなかったんですよ。今ヒドラ言うてマルチで使えんしょとか思ってたら、
めちゃ強かったみたいな感じですね。で、最近ちょっと数が減ってきているアビ魔法、相方の人はね、アビリティが魔法使いしかいないんで、アビ魔法で。で、相手エルフ UFO っすね、これ。前までエルフと大型固定したんですけど、大型使うぐらいだったら、大型引けたらラッキーぐらいで、エルフ UFO したら、UFO したらね、強いってことを気づいてしまった、デンデケさん。そのゾンビがね、もう使い道ねえだろうってことで、捨てるように切ったんですけど。そのワンチャンのエルフにね、パンダにウイルス、エルフにウイルスってしたら美味しいかなと思ったんですけど、速攻で UFO で、まあ解消されてしまい、ゾンビは無駄死にと。まあ、ここはしゃあないっすね。さあ、ブラドラで攻めていく。UFO がね、ブラドラのスキル一発耐えるんですね。それではね、しっかり守っていきたい。まずね、2本残しとけばいいんで、1本だったら切りましょうと。で、砦でも取れていく。そしたらここは、もう上からヒドラ。切って、バカラックスね、ロボに対して。で、アビリティの魔法使いなんでロボもやれるんで、ヒドラとロボで、ヒドラと魔法で、ロボを蹴散らして。で、ヒドラで、砦前に、ここで攻めてくれるんで、砦前を一緒に攻めてもらいます。エンジェルが腐りましたね。まあ、しゃあないですけど。そして、ブルドラも出てくると。ブルドラはちょっと苦手ですね。ゾネスが通らないんで。まあでもね、魔法使いがいるんでね、魔法使いに頑張ってもらいたいところ。ただ出すタイミングが、ちょっと難しいですね。相方はですね、もう常に魔法使い出しまくる。常に、フィールドにいる状態を作ってくれてるんで。まあそれでも15体ってね。なかなかなくならない。結局ブルドラにも魔法使い出せてるっていう。アンチにはめっぽう強いですね。やっぱり、ブルドラじゃ。魔法ね、緩和されましたけど、それでも痛いですね。はい、というわけでね、こんな感じでヒドラがやっぱ強いと。まあ、ここまではね、まあ、ヒドラは強いけど、まあ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 って感じだとは思うんすよ。もうちょっと頑張れないのみたいな。やっぱブラドラが目立つじゃないですか。ブラドラ超強えなと。ブラドラが強すぎて、もう全員ブラドラでいいじゃんみたいな感じになってると思うんすよ。今の環境って。そのブラドラよりも目立つ試合。取っていきますんで、よかったらね、最後までご視聴してみてください。このね、3戦目でリプレイは終わり、この後は普通にやっていきます。だってヒドラ使ってる人っていると思うんですよね。でもやっぱマルチだとね、ヒドラ使ってほしくないってみんな言うと思うんですよ。まあなんでって当たり前ですよ。弱かったんですもん、単純に。でも今だったら使えます。ちなみにこれ今日は動画撮ってますけど、前回も裏ヒドラでマルチやったりとかしたんですよ。動画は出してないですけど。で、負けてはいないっすね。ドローがちょっと何回かあって、勝ちはあって、まあ、ドローが結構多かったのかな。そう。で、まあ、ドローが多かったんで、動画には出せなかったんですけど、そう、何回かやってて、いや、全然ヒドラなんか手応えはあるな、みたいな感じで。そう、ベビーがちょっと重いっすね。ベビーどうしようか。カタパルトまた引かれてしまってるんで、クレフラも前線に置きづらいという。ああ、小玉がいいっすね。さあ、ビートルもちょっと重いな。どうしようかな。まあ、キラー B がね、結構有効ではありますんで、キラー B に頑張ってほしいところ。スライムだけちょっと邪魔。さあ、ゾネスはとりあえず1本切ってね。ヒドラに対してゾネス2本重ねるコストあっても3本は重ねるコストないんで、2本あれば結構十分。何でも倒してくれると思うんで。うまいことね、ヒドラゾネスでドドーンと全部潰していきたいところではありますが、ただやっぱりね、できれば砦を取ってから出したいんですよ、ヒドラは。できればっすね。できなかったらしゃないですけど、やっぱヒドラゾネスをしたいんで、先にヒドラっぽいはしたくないんですよね。ヒドラゾネス、ヒドラコラボ猫、まあそういう重ねで一気に相手の方を潰すっていう仕事をしたいんですよ。で、一気に潰し、相手の持ってきたコストに対して一気に潰し、かつそれでさらに首を飛ばしてさらにコストを奪う。それがヒドラの仕事なんで、中型はさーにヒドラ切っちゃうと、もう後から出てくる大型にブスって潰されて、ヒドラ何したみたいな、お前何かしたみたいな感じになっちゃうんで、はい、なるべくヒドラは我慢。そして先にブラドラ行ってもらうと。うん、ロボっすね。ライキング君がロボを固定してるんで、まあ、ブラドラに対してはね、ロボが圧倒的有利なんで痛いですが、もうブラドラやられるの分かってるんで、速攻でヒドラにゾネス2本重ねして、まあ、闇玉初手で打ちましたが関係ないですね。もうゾネスとヒドラの連続コンボで
サタンもオダブツと再生からの再生、無敵っすね。どうするこの後ってぐらいこのヒュドラもう無理だろって感じになってますけど、まあ、これは取りでくれるでしょう。1分ありますけどね、どうですかね。あのエルフ UFO まだはガンガンできると思うんで、間に合うかちょっと怪しいとこですけどね。やっぱ取り手が取れるか取れないかで話変わるんで、なるべく取りたいとこなんですけど、そうですね。エルフでやっぱ中型は全部殲滅されてしまうんで、でエルフが下手となればね、次に UFO で回収して、まあキラー B で邪魔しに行きますが、キラー B がねエルフを触る頃にはまあ UFO が来るでしょう。そうですね、回収来ますよね。まあ20秒と、まあやっぱりエルフはねこうやって進撃にも迎撃にも使えるんで、やっぱ強いですね、アビエルフで。エルフ UFO でやられてしまうとね、無限にエルフ出されちゃうんで、5回はね厳しいよとまあそんな感じで、3戦目は、ドローですね。まあリプレイなんでちょっと見応えありかもしれないですけど、こっからね、やっていきましょうか。はい、ではやっていきます。では早速、ヒュドラね、やっぱコストを奪えるっていうのが強いところ、再生で長持ちすればさらに強い、それをねうまく機能させたいんですが、あ、ちなみになんでゾンビ引くのって、ゾンビ確定枠補欠じゃないのっていうコメントがもしかしたらあるかもしれないんで先に言っておきますが、ゾンビをですね、情報されたんで使ってみたかったんです使ってみたくて確定枠から、あ、補欠から外しました。ただゾンビはゾンビかなって感じがするんで、また補欠にするかもしれません。ソロは補欠っすね。やっぱ1体だとちょっと不安定なんで、マルチだったら多少遊んでもいいかなと思って出してますけど。さあ砦は取れていく。さあオークとウィッチで前線抑えて、これはもうブラドラっすね。やっぱ相手にブラドラが来るだろうと読んで、まあ来ましたね。先にねヒドラーを行くんじゃなくて、ブラドラ同士はもう運ゲーが始まるんで、先にもうブラドラ同士で適当に遊んでもらって、いや触らない。やっぱこの歩いてしまうとヒドラがですね対象を触れずに、今みたいにねサイクロンとかで動かされて歩いてる時間がやっぱ生まれてしまうと、その間にゴリゴリ削られて死んじゃうんですよね。こればっかりしょうがない。チビホはマジ苦手ですね。ヒドラはサイクロンでずらされてしまうとね、今のでずらされ相手を標的をね殴りに行けず、その間にねゴリゴリ HP をね3分の2まで削られて、で再生する直前にボーンと殺されてしまうみたいな。だからこれは本当にチビホアはマジできつい。とりあえずですねゾネスの調子が悪いんでコラボネコでやってますが、第一撃しっかり打ってくれて、ただ無理ですねこれは。自分のコストもないですけど、相方もこれコスト結構きついんで、まあ、ゾンビとりあえず出して前線頑張ってもらおうとは思いますが、はい、魔導騎兵で全て終わりと。まあ下のねヌボボはね、なんとかリーダーのコラボ猫で見たいところではありますが、これは厳しいですね。負けたかな。まあやっぱなるべくね、あの猫よりはゾネスを使いたいところではありますと。あー強いですね、白前魔法使い安定の。そしたらここはね魔法使い反応する位置まで引っ張ってからコラボ猫と。で、砦を守って、ペンギンはやってもらいましょう。ただね、あと足キャラしかないんで、ちょっと前線きついな。ちょっと相方に多く頑張ってもらって、自分は必死に後ろを止める。このパンダ潰したい。さあ、これコース貯めてね、いろいろやりたいんですが、ここは飛んでもらおうか。サイクル上飛んでから、後ろに届かない位置、この位置だったら。で、この間に飛んでもらってるこの10秒の間にコース貯めて、大砲2発撃つ。その間ね前線頑張ってもらってるんで、あと30秒耐えれっかな。まあ白上の魔法使いがねすごい強いんでね、ここでうまいこと守れればいいんですが、まあ相手の魔法使いとかもいるんでどう抑えるかっすね。ビーム打ってくれ、おおでかい。そう8いいっすね。そしたらあとは大砲で、なんとかこれでドロー。よし、
危ない危ない。ギリギリのギリですけど、まあまあいいでしょう、全然ね。はい、じゃあ次やっていきます。よし、まあゾネスのね、調子さえ戻ればまたあのゾネスを使うかなとは思うんですが、それまではね、とりあえずコラボ猫で、まあ砦はやっぱ取れた方がいいと思いますので、そしてまたね、同じ相手に当たるっていう。よし、ウィッチとチビホア、ブラドラとサタンかな。まあケルベの金バッジがいるんで火力は大丈夫。あと相手のキャラを流せればキラビがいるってのもある。ただ砦が取れねえなこれ。さあどうしようか。取れないよね。まあまあしゃあない。さあそしてコングがちょっと重いな。まあシャーク出してくれてますけど、あエルフじゃねえわ、デビルいたわ。さあここはねもうキャラ多いんで、もう一気にブラドラ行って、相手もねブラドラとサタンなんで、相手がこれでサタンを切ってくれることはない。多分ブラドラ切ってくると思うんですよね。あ両方切ってきましたね、ラッキーラッキー。サタン切ってきてもねブラドラの方がタイマー圧倒的に強いんで、サタン無駄にやられてしまうと。でブラドラを切ってくれればこうなると。これがやっぱでかいっすね。まとめてやってくれるケルベが強すぎる。やば、金バッチアルティメットケルベロスがマジで強い。強い、なんだこれ、強っ、マジ強いな。ちょっと砦取りたいですね。なんとか砦を奪っていろいろやりたいですが、まあ、まだ2分あるんでね、一回これ引っ張りましょう。引っ張って、うん、愛魔法削りながら引っ張ってスクリームさせて前線を止める。前線壊す、壊して砦奪いに行く。マンドラ埋まってるんでね、砦譲ってほしいとこですけど、譲ってくれましたね。そしたらこっからヒュドラが生きると。デビルでね砦を削ってサイクロン来ましたが、出番っすね、行きましょうか。さあ隕石に反応して前に行く。そしてウィッチにも反応してね前行くんで、チビフォアがねもしそろ飛んでも殴ってくれるでしょうと。あ、届きましたね、そういう感じ。ヒュドラね空中の方が射程短いんで、そう少し前行ってくんないとって感じですね。まあひたすら首飛ばし、ウィッチも潰し、再生し、ペンギン潰し、剣士潰し、コングも潰しに行き、首を飛ばす、ひたすら。ただ白前ガッチガチやな。まあでもデビルでやれるかな、白前は。チビブルもね即死入りやすいし、カニも入りやすいし、干渉できるかどうかって感じですけど、まあケルベで上は狩ろうか。あ、ワンパン入りましたね、いい感じだ。干渉は無理かな。まあでもダメージ入ってるんで、とりあえず勝ち。ヒュドラがね楽しい。マジで今までマルチで使えなかったから、この使えるっていうことが楽しい。よしよし、いい感じですね。まあ、とりあえず点差勝利、とりあえずね。鼻声かもしれない今、花粉症で鼻水が、鼻声かもしれないです、申し訳ない。再戦、よしよしよし、コラボ猫にね、インヌに頑張ってもらおう。インヌに、ヒュドラインヌに頑張ってもらおう。やっぱヒドラはね重ねよう重ね。なんで重ねるかって、ヒドラが耐久値あるから重ねるとかじゃなくて、ヒドラが一番活躍できるのは相手の火力キャラ、相手の大型、それを処理した後の暴れ具合がえぐいんですよ。じゃあどうやって処理するのって、ヒュドラ相手の大型が出てきてからヒュドラ切っても重ねられてヒュドラやられちゃうじゃんと、先にヒュドラ切っても相手に重ねられてやられちゃうじゃんと。じゃあどうするかって、あの相手の大型を即死させればいいんですよ。そしたら相手の火力が中型のみになるんで、ヒュドラとこっちの重ねてる中型でまとめて一掃できる。だからヒドラにはキャラを重ねる、基本的に重ねて一気に持っていく。
さあブラドラ来ましたね。これはもうヒドラからのコラボ猫重ねでぶっ潰しに行きましょう。さあマーメイドで寝かせながらヒドラとコラボ猫のビームで潰していく。しかし起きてしまう。一発のメテオが痛いなこれ。まあでもいいでしょう、全然いい。さあ倒して倒して倒して、ただね首が飛んで首が飛んでサイクロンでねゴリゴリ削られてしまうかもしれませんが、あーチビブル触られちゃったな、もったいない。まあまあ魔法使いが頑張ってくれればいいかなって感じで、後ろのヌボボがちょっとめんどくさいですね。あれはコラボ猫で見ましょうか、ニゴスなんで。うーんどうしようかな、とりあえずデビル。さあブラドラ置いてくれて、いいですね。ただねマンドラがいるんですよねここ、それがだるいな。さあヒドラじゃねえサタンを倒してほしいところではあるんですが、優秀かよ。さあ小鳥でね取れればラッキー、多分取れない。あーそれでかい、あーそれでかいわ。マンドラ全部処理、まあまあマンドラをね置かれてしまってねヒドラの首が止まってしまいましたが、まあまあでも十分相手のねブラドラを無効化できたんでよかったですね。だいぶコスト使いましたけど、あとはこの魔法とウィッチのあの雨で相手の中型を一瞬で潰して砦を奪いに行く。さあいい感じ、あとはコスト貯めようかな。サミ型のゴブリンが突っ込んでいく、そしてカエルラッシュ飛んでいく。あの窓は無理まあまあでもいいでしょう、干渉といった感じでいいっすね。いやヒドラには重ね、火力でも豆でも、まあ基本的には火力ですね、重ね貫通する火力。そう銃剣士は大型の進撃に当てるとトマホーク跳ね返るじゃないですか。なので銃剣士はですねヒドラの重ね土台としてメインで固定はしない方がいいです。その場合サタンとかやっぱトマホークのダメージ入りづらいから含め、入りづらくなくても大型進撃はねトマホーク跳ね返しちゃうんで、そうヒドラを倒すために大型進撃プラス、重ねのね火力キャラをもし出された場合こっちのトマホークは貫通しないんで相手のね、重ねている中型は削れないんですよ。だからゾネスとかないし、コラボ猫のビームとかが強い、まあ、特にやっぱゾネスですね。ゾネスの場合は火力が本当にもうとんでもなんで取れてしまう、ちょっとびっくりびっくりすぎる。さあさあさあグリフォンっすね。グリフォンはちょっとめんどくさいな、どうしようかな。ガッツはねまあまあいいでしょう、キラビで斜めから刺して。銃剣士が多いな、で前もってエンジェル置かれてる。うわキラビ頑張るね、やられそうだわ、やられたわさあここはブラドラ、もうこんだけいたらいいでしょうと感じでブラドラを切ってもらって、さあ前線にねガールはいますが、さあメテオ、このブラドラねやられてほしくないんで、ここはヒドラとゾネス重ねでレドラ剣魔導騎兵をね一瞬で剥がしに行く。そしてブラドラが流れていく、まあ、魔導で横差しはされてしまいますが、まあ全然いいでしょう。うんあーグリフォン出してくれてる、ありがたいですね。でねトリデアも取れるんで、あとはヒドラに前来てほしいけど、どうだろう。さあゾネスが強い。いやまあゾネスもね情報されて、第一切りの衝撃波の火力が上がってプラススキル発動率もアップかな、かなり変わったんでね。今まではエンジェル、アビエンジェルステータスですね盛りまくってるとアルティメットゾネスの衝撃波耐えたんですよ、裏引きの。でも今ですね耐えれない、火力上がったかららしいです。それぐらい火力高いってことですね、第一義の衝撃波が。カタパとかどうなんですかね、ワンパンできんのかな、ちょっとわかんないですけど、まあアビカタパだったら1残りますけどね。
さあ次やっていきましょうか。まあこのねチケット終わったら終わりかな。デスグリフォンと。グリはまあ一応魔法使い 3,4 体ね出してもらって潰してもらうか、まあ、もしくは火力でねグリフォンを切ってくれたらポックルを添えてあげたりとかでやろうかなと。デスはねブラドラが有利なんで、まあ、うまくブラドラ使ってもらって、あとはゾネスヒドラで全部ぶち壊す。砦は取れず、うん、ゴスかちょっとめんどくさいな。でクレフラが早いっすね。ああ食べられちゃった。食べられなければマタンゴ狙いに行ったんですけど、もうタイミング悪かったな。そしてライダー、うーんポックル切りたくない。まだここはねちょっと重検証置きますが、速攻でウイルス連発されてしまったんで、さあブラドラやってもらいましょう。ブラドラ切ってもらい、さあスキルを打ってほしい。ブラドラ打たない。さあこれちょっとねゴーレムめんどくさいんで、まあ、ゴーレム後ろ行っちゃうんでね、これで前戻ってくるタイミングでブラドラに触らせずに速攻でヒドラゾーンです。まあ、自信は食らっちゃいますけど、速攻で潰す。速攻で潰せれば、さあそしてまたヒドラゾーンの重ねで、デスリーダーがいない。もういない、いつの間にかいない。さあそしてね火力で出してくれてるグリフォンなんで、ポックル出してグリフォンは即潰して、あとはフトッチョ出して砦を狙いに行くと。めっちゃ綺麗に勝ったな。さあ首が飛んでいく。まあありがとう首を飛ばしてくれてって感じだよね。さあ砦を狙いに行きたいところ、フトッチョがね頑張って進行していますが、取れるのか。取れていく。そしたらコスト貯めて、マタンゴダブル出しでクレフラを確実に潰していく。まあ1体でもねほぼ9割勝てるんですけど、あの毒たまにね1回打たないで終わったりとかするんで、そうめんどくさいからもう2体置いちゃえみたいな。でクレフラさえ潰してくれれば、あいいっすねチビクロ。そしたらもうあとはこれでフィニッシュですね。あのヌボは寄らないかな。うん、オッケー。さあヒドラゾネスのコンボが本当にやばい。今回情報されてね本当にやばいと思う。ソロリーグで使いたいぐらい、本当に使いたい。よしラスト。まあゾネスヒドラねソロリーグで、まあ、今後使います絶対に使うんですが、今はねちょっとバルキリーもうちょっと遊んでから、バルキリーがすごい楽しいんで、もう少しバルキリー遊んでからやるかな。さてカニですね。アビカニまさかの。どうしましょうか。まあゾネスの第一切り打ってくれればそれが一番簡単なんですけど、まあ、打ってくんなかったこと考えるとどうしようかなって感じですね。これ取りで取られそうだな。あ、取られましたね。しゃあない。そしたらこれおにんこで圧かけていこうかな。カエルか。キラービーはいるけど、ちょコストを丁寧に使わないとちょっとやばいな。ゾネスでね、カニは潰していく。潰していく。さあ、魔法使いがいい。ゴスが瞬殺。あーそれめんどくさい。おにんこがかぶっていく。ガール来ましたね。そしたらヒュドラ使うかな。そう、まあ、ブラドラはねあの砦に行きたいと思うんで下任して、ここでヒュドラゾネス重ねでガールを瞬殺していく。何かあればね首も飛ばしていくんで、さあゴブリンが砦を狙いに行きますと、ヒュドラとゾネスでアービカニを吹っ飛ばして五分で、ね、狙いに行く。さあヒドラが邪魔しに行く。いやいいねヒドラマジで本当にいい、とても良い、とても良い。そしてこっからのブラドラも無理だよね絶対ね。首がやばい、首がやばいよこれ、首がやばい、マジでやばい。首だけで落ちてよこれ、首だけで白落ちてるよ。はいはい、ヒドラっすね。ヒドラ、ヒドラ皆さんぜひちょっと使ってみてください。マルチで楽しいっす、かなり。はい、お疲れ様でした。今回やったのはですね、こちらアルティメットゾネス、アルティメットゾネスと、プラスですねもう一個はアルティメットのコラボ猫ですね。
まあ、ゾネスの方がおすすめではあります。火力高いんで。で、ヒドラと。はい、今回も見ていただいた方ありがとうございました。またよかったら、ぜひ遊びに来てください。では、お疲れ様です。